Space Monkeys TV。 Fuck! ああ、どうもどうも。ああ、どうもどうも。それ何だったら、ちょっと言ってて。はい、どうぞ。はい、まあまあまあ。はい。はい、久しぶりだね。久しぶりです。何 TV だっけ？スペースモンキーズ TV です。ようこそ。ようこそ。いや、今、ゆうとめ、ゆうとめ、今、ゆうとめ何見てたんですか？これ見てたんですよ。それ、それ、タイプ、タイプ、タイプ。タイプ、タイプ。タイプ、タイプ。まあ、それは、いや、なんかガクガクしてた。気のせい、気のせい。気のせい。気のせい。今回の趣旨はね、ビフォーアンドアフター？ビフォーアンドアフターでね。もっとタイトルって、これ言いたい。ビフォー、バシリオやめて。ビフォーアンドアフターで。え？ビフォー、ビフォーアンドアフターで。おう、そういう題で。はい、何をするんだい。まあ、まあ、夏タイも近い。おお、そうかそうか。もうあれだ、甲子園の予選が始まるんだな。はい、野球の。はい、だからあんなあれだった、写真見て興奮しちゃった。ああ、いや、それはそれはもう彼女いねえ。いねえ歴1年。1年ぐらいです。疲れ、本当に1年ぐらいです。もう最悪です。でも彼氏はさっきいたね、ずっといた、いるんだよね、彼氏は。さっきいないいない、それはいないですけど。それいない、それはいないですけど。いないんだな、ね、その…なんだよ、それ。俺は甘いっすね。あ、まあ、そんな感じっす。好きな人もいますし、うん、いますし、あ、気あるてがね、ダメだなと。あ、大会に向けてね。はい。じゃあ、この大会でバシッと髪型をビフォーからアフターでバシッと決めて、決めて、ホームラン打って、彼女のホームランも射止めちゃう、ホームラン賞もらっちゃうよっと。ねえ、そういう感じでね。まずは、あれだね、アフター、ビフォーの方だね。前の方は、今の髪型は、今の髪型はこんな感じです。こんな感じだね。よし。ちょっと付き合っちゃったな。付き合っちゃったな。よーし、じゃあ、甲子園に向けて、まず今日アフター。はい、そしてビフォーは坊主になってダッチ叱ってきてくれっていう願掛けの、はい、願掛け的な、はい、よし、んじゃあ行くぞ。3です。3です。ダラーアールキンチェンサンキランクンタンマスキーポンキーパンドがツンゴー。動け動け。セブンダラー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 。前回はね、クリーパーだったけど、今回はさ、本当にもうガチだ、ガチだね。うん、試合に勝つための、はい、髪型だからね。ゆじる、ゆじる、夢を伝える。はい、いかがでしたろうか、皆様。はい、こんな感じに。まあまあないと思うんですけど、アフターだね。うん、もう綺麗になったよ。スピンと野球マンになったね。はい、これでもう頑張るしかないですね。一、うん、本本当にホームラン打たないと、うん、そろそろ、もうそろそろですね。はい、彼女もいない歴もう1年ですかね。はい、1年ですよ、1年。皆さん1年ですよ。たかがってみんな思いますけど、1年って相当孤独ですよ。俺あれっすよ、俺の友達なんてみんな彼女釣りなんで、あれっすよ、もう土日、まあ野球がない日、オフの、うわー